大丈夫？あの情景、解放の将軍の記憶がまだ頭に響いている。壁画が見つかってよかったわ。解放につけられていたなんて。クロス、どうしたの？飛び方が変よ。荒神、あそこ。その視線の先にいる男は一体。今回は第7章九竜をやっていきます。光る解放の最後の王者、光る隊長に報告であります。こいつが光る。どうしたお前たち、シフトでも変えてほしいのか？月曜日ならいけるのかお前ら。金曜日がいいか。戦死者の墓のお札は取られました。ご命令を。とどまれ。は？ここにとどまるんだ無能ども。取られたお札はそれだけじゃない。残りは町の壁の内側にある。侵入者はそこへ向かうはず。しかし廃山兵は残らず片付けたと思ったが、少なくとも一人は残っている。そして奴らは自分たちがしていることを分かっている。彼女は強くなってきている。私にはそう感じる。気を緩めるな。油断は禁物だ。間もなく敵がやってくる。町に向かっているぞ。はい。私は壁の内側に戻る。時間を無駄にはできない。行け。見られている。それは影だ。気のせいか。勘のいいガキは嫌いだよ。あれは光る。解放の生き残った隊長。あまり印象的ではないでしょ？印象的だったと思うけど。将軍の記憶の中にいた。使える情報を持っているかもしれない。荒神、何を考えているの？ここはですね、いきなり何も行こう。心の影に隠れてないと見つかっちゃうので。信じられるか？ここから全てが始まったんだ。自信が満ちるほどでもないな。勇気隊長がここで不意打ちを食らったのも当然だ。曇りガラスのようにぼんやりしてる。こいつにね、見つかっちゃうので。兵士たち、しっかり目を開けろ。侵入者を町に入れてはならない。じゃがいもみたいに目を丸くしても自分の鼻先さえ見えない。これの表現がね、なんか日本的ではないなと思うんですけど、日本的だったら目を皿のようにみたいな感じだと思うんですけど。 OK。 まあ影を使えばね、一発でいけるんですが、会話を聞くためにあそこに留まったという感じですね。なんだ、まさかこの剣は。この剣だ、まあ、ここの面は残ってる面の中では簡単というか、まあ、ここがもう最後のオアシスみたいなもんなんで。この炎の壁みたいなのに何か囲まれている。何なんだい今の情景は。また将軍の思い出。今度は思い出？脱出していたのか。ずいぶん昔のようだ。固めにアイマスクをしていた男。眼帯って言え。そしてあの剣、間違いない。すると本当だったのね。ヒョウは死んだ。分かってた、心の奥では。でも信じたくなかった。光の軍隊はいつもは私の大事な人を奪っていった。母さん、父さん、ヒョウ、借りは返してもらうわ。私の土地をめちゃくちゃにして。何様のつもり？私のふるさとを。闇子、ごめんなさい、取り乱してしまって。取り乱しすぎだ。ヒョウの仇を討つ、みんなの分もな。何ですって？そのために呼んだんでしょ？私は復讐の魂だからな。荒神、そのために呼んだと思うんですけど、自分の呼んだ目的すらも覚えていないのか
あいつは。兵士たち、戦死者の墓はここから遠くない。敵が近づいている。警戒を怠るな。こいつがいるので、まあここのギリギリとかでも見つからないんですが、まあそれかクロスナを使って突破するという手もあるんですが、まあ、せっかくなんで使わずに行きましょうか。振り返ったら大丈夫なので、ただここに登りたいので、影をねちょっと溜めてる状態で行かないと染みをつける作れずワープできないので、こんな感じでね。でここの弓兵がこっちに歩いてきてるときはダメなんですが、向こうを向いているのでその状態で影に入れば大丈夫です。でここはちょっと円を使って、ハードでしかこいついないんですが、ハードで追加されているのでそいつが手前の方にいるときはダメなので、であとは影を使ってやっていきます。でここで中あこいつがいるので、ここはもう確実に影を使ってからサイド使ってから壊します。じゃないと見つかるので、あとはこの近いのでこれでね、たらもう最終ステージですね。もうここの面はいよいよ急流よ。何十年も離れていたような気がする。円をせっかくだから使ってから調べましょう。次のお札はどこにある？これは外壁。クロスの話では次のお札は内壁の近くにあるそうよ。もう少し先だわ。だから、もうこれはいいんですが、あ、こいつがこっち来てるの。あまりこの行き過ぎるとここで会話があるんですが、会話聞いてから行ってもいいんですけど、そしてこいつが見ている状態はちょっとまずいので、 OK。 ああ失敗。あれ、おーっと危ない。ならこの内側にジャンプします。壊しちゃえば OK なの であとはちょっと会話を聞きましょう。近頃光る隊長に会ったが、ずっと怯えていたが最近は知らない。むしろひどくなっている。ああ噂は聞いている。光るたちが影の女帝を閉じ込めるのに使った魔法が大きな被害をもたらしたって。勇気隊長みたいに。勇気隊長とは違うけどな。勇気隊長は衰弱していった。光る隊長はピリピリしているだけだ。悪意さえ感じる。全く変わってしまった。正義とも名誉を重んじていたのに。かの道を渡る者に同情を禁じ得ないとお話をするので、あとはもう影を使っていきます。まあ、ここはシャドウリープで全然問題ないんですが、まあ、結局影が余るので走っていけるからね。でさっきここで失敗して落ちたので、ちゃんとしっかりと行った方がいいです。あとはね、まあ、基本的にしゃがんでればその見つからないので、でここはまあいけるかな。ここら辺にねジャンプできるので、でこいつとこの中に敵がいるので、こいつでここら辺に壊さなければいけないライトオーブがあるので、こいつがここにいる間だとちょっと無理なので、それを待ちましょう。こいつそんなに賢い方じゃないのでしたらまあある程度行ったところで OK です。そしたら壊せば地点が吹っ飛んだのでまあ外に行って、でここはちょっと丁寧に行った方がいいかもしれないですね。したらもうあとは影を使って行けば大丈夫です。
あ、ちなみにここは端っこを歩いていけば見つからないです。というわけで今回はめちゃくちゃ簡単な感じでしたが、楽勝で完全ステルスと。第8章老賢者も短いのでさっくりやっていきましょう。内壁に近づいてるわ荒神。奴らの後ろの人物に気づいてる？ヒカルだ。私たちを待ってるわ。クロスも見たって。今日の仇を取ってやる。みんなの仇も。荒神、今夜やり遂げたら女帝があなたのしたことを全て補ってくれるわ。ここにいれば敵の会話をノーリスクで聞けます。誰かが壁の外のお札をみんな手に入れたそうだ。そんな手際よく誰が。どれだけ早いかは関係ない。扉の向こうで光る隊長が待っているのに気づくだろう。内壁にたどり着いた侵入者はいない。決して。彼で大丈夫なのか。光るか。かつて日食の4人を一撃で始末したことがある。影の女帝と対面して生き延びた話もしてくれた。人のことより自分のことを心配しろと言われて終わるので、ここは影を使ってから行きます。ちょっとこうやって手際が悪かった時は影を2回使えば大丈夫です。ん？何か物音が。これはまだ気づかれてないから全くね。で回復したらここに行って、この兵士がいるんですけれども、まあ全く気づかないので、奥のやつが、あ、今左行きましたね。左行ったんだったら、クロスナに合わせて、こいつが弾を割ったら気づいてしまうので、クロスナをかけてから弾を割ります。で、影を使って、ここら辺で切れるので、影を使って、おー、吹っ飛んだ。吹っ飛んだ。吹っ飛んだせいで、いけなかった。ちょっとこいつが見てるので、まあ、完全ステルスじゃなければ、そのまま走りながら影を連打すれば大丈夫なんですが、で、ここまで来たら、ここにね、行きます。そうすると、また神社があるので、潤沢ですね。で、ここは万木を使って、こっちに弓兵がいるんですが、まあ、それがちょっとめんどくさいので、こいつね。で、ここのやつと奥のやつ。この距離でも縁は届かない。信長ぐらいだな、やっぱり。そんな大した縁じゃない。まあ、信長の10倍は正直言い過ぎなんですけど、信長の5倍ぐらいかな。こいつなんで車線がちょっと切れるんだよ。で、行ったら、まあ、正直、ここは、まあ、万木使ってもいいですが、まあ、影を使ってさっさと割って、割ったらそのままこっち行きます。ギリギリ間に合うので、で、ここにいれば見つからないので、こいつはこの、ここの位置と奥の位置と、この2点をね、ずっと行ったり来たりするので、こいつが後ろ向いて、行ったらもうついていって、もうこいつを壊しちゃいます。ね。とぶっ飛びましたが、視点がね、ぶっ飛ぶんすよね。危ない危ない。ここにいればね、見つからないので、まあ別にここはあれなんですけど、影を使っていっても全く問題ないんですけど、一応いい場所があり、ああ、危ない。いい場所がありますので、それを紹介したいなと。思いますので、まあ、これを裏から行って、まあ、こっち側に行きます。ここ飛べるので、ただここに神社があるので、
なので影を使っても全く問題はないということですね。で、なのでもうあと影を使ってクリアをするだけなんですが、影を2回使えば確実に間に合うので、まあ、心配だったらここら辺で影をね補充してもいいし、まあ、こんな感じでいけばもうクリアですね。いや簡単。初見の時は結構苦戦したんですけどね、ここのステージは。入り組んでて敵がどこにいるかみたいな、なかなかめんどくさいところなんですが、まあ、敵を全部無視していけばそんなに難しいところではないですね。あれは墓石。ここで何が。折れた杖みたいなのが捧げられてますが、そしてこのカラス。この炎はこうやってやれば出るじゃろう。こうですか。あ、本当だ。そんな簡単に出るもんかな。まあ、光なんですけど。また別の情景。オーラは魂より流れる。魂なき者は生み出すことも操ることもできない。荒神、大丈夫？頭大丈夫？情景を満たせ。強し氏だ。しっかりしなさい。君と女帝を捕まえる技を解放の指導者たちに教えた人物。彼の言葉だ。どうやって？わかったんだ。墓場の時みたいに。将軍の記憶に違いない。強しは日食の敵だったが、その英知は本物だった。解放の指導者たちのオーラについていろいろ教えた。そしてあの言葉。私には魂があると思うか？荒神の魂について。君の巻物で覚えていることはないと思う。ないあると思うかっつってないと思うって関係があるの？煽られてる。やっぱりもちろんある。わからないのか。私の影のオーラ、私を召喚した儀式の一部ではない。魂より流れるんだ。もし魂がなかったらオーラもない。でも誰の魂、どこからやってくる。私は人間ではない。魂は無から生じるものじゃない。もし私が誰かの生まれ変わりだったら、あ、影のオーラと剣を本能のように使いこなせるんだ。目が覚めた瞬間から。それは私が荒神だからか、それとも一部が誰かの魂だからか。剣を使い影のオーラを操ることができた誰か。もしも荒神、落ち着いて。お願い、何を言ってるの？頭混乱してるの？すまない。他人の記憶で頭が混乱してるんだ。自分が何者なのか知りたいだけで、何かが足りないような気がする。いいわ、わかってる。私のことをひどい召喚者だと思って当然だわ。最初からね、思ってますけれども。あなたの呼び出しておいて、あなたをね、呼び出しておいて、荒神に関する簡単な質問にも答えられない。本当だよ。もっと調べてから呼べ。ねえ、あなたの言う通りかもしれない。荒神は死んだ戦士の生まれ変わりなのよ。前世で日食の軍隊の一員だったのかも。だから影のオーラを使うことができるのよ。心配しないで、お前。いつも心配しないでって言うけど、心配なんだよ、お前が召喚したから。あなたの正体を突き止めてみせるわ。きっと。でも今は落ち着いて。ヒカルの二の舞を踏ませるわけにはいかないの。不安だなぁ。というわけで完全ステルスと。まあここは簡単でしたね。というわけで今回はここら辺で終わりにさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。失礼いたします。